YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡慶です。今日はですね、ルノーキャプチャー E-TECハイブリッドをご紹介しようと思います。この E-TECハイブリッドね、最近ルノーでよく聞く名前だなって皆さん思われるでしょ。ルノーアルカナから登場して、ルテシアの E-TECハイブリッドがあって、そして今回キャプチャーということで、まあ3段目って言えばいいんでしょうかね。でこの E-TECハイブリッドっていうのは輸入車、まあ、日本で今売ってる輸入車の中では唯一のフルハイブリッドモデルになります。あのフルハイブリッドとか言うとね、なんかハイブリッドにもいろいろあるのって思われると思うんですけど、マイルドハイブリッドとか、いろんな実は種類がありまして、フルハイブリッドって言いますと車に EV 走行ボタンがあってね、自分で今 EV で走るよってこう任意でポツンと選択できるハイブリッドがフルなんだなって思っていただくと、見た目上は分かりやすいかなと思います。なのでね、これもボタンついてますからね。というわけで燃費が非常にいいというのもね、このモデルの特徴ですけれども、ちょっとねいろいろとご紹介していこうかなと思っております。はい、ルノーキャプチャーの、ね、特徴といえば、非常にですねアスリートのような、ね、こう筋肉質なデザインが特徴なんですけれども、これボディサイズ的にも非常にちょうどよくてですね、非常に人気が高いモデルなんですよね。なのでガソリンモデルもものすごく人気あったんですけれども、そこに今回 E-TECハイブリッドが加わったということで、よりねちょっとあの注目度が高くなるんじゃないかなと思います。でこの B セグメントってよく言われるんですけどね、 A セグ、 B セグ、 C セグとかちょっとまあ分かりづらいですが、この3兄弟で言うならアルカナは C セグメントのクロスオーバーで、ルテシアは B セグメントのハッチバックで、キャプチャーは B セグメントの SUV という位置づけになります。まあ、他のメーカーの分かりやすいところで言うと、例えばじゃあゴルフね、フォルクスワーゲン、あれは C セグメントです。そして、ポロ、あれは B セグメントになります。なので T ロックっていう SUV はC セグメントですけど、 T クロスは B セグメントになる。だからまあライバルというとね、 T クロスが一番ライバルなのかなと思いますけど、そういったサイズ感と思っていただけるといいかなと思います。具体的なボディサイズ数字で言いますと、全長が4230、全幅が1795、全高が1592になります。なので全幅も1800ミリ以下に収まってますし、全高も1600以下になりますので、なんだそんなに大きくないじゃんってね、今思っていただけたんじゃないかなというふうに思います。ちなみにですね、この K-TUBE のチャンネルご覧になっていただいている方は、もしかしたらうちのシロちゃんね、ご存知かもしれません。ミニクロスオーバーのシロちゃん、シロちゃんはね幅が1820で、高さが1595なんで、シロちゃんよりちょっと幅が狭いけど、まあ、背の高さは同じぐらいとなるとですね、高速道路もビシッと走るタイプの SUV として仕上がってるってことが想像できちゃいますね。ではデザインから見ていきましょうか。まあ、キャプチャーはガソリンモデルも大人気だったので、もう街中でたくさん見たことあるよっていう方も多いと思うんですけど、すごくね私塊感があって、この車おしゃれだなっていうふうに思ってます。でベースとなっているプラットフォームは、まあ、ルノーが先導してねリードして作ったんですけど、今ルノーって日産と三菱とアライアンスを組んでいて、ルノー日産三菱でやってるんですよね。なので、みんなで協力して開発した、プラットフォームを使っています。でそれをまあルノーなりのねこうデザインでこう作り上げたっていうのがこの車の特徴なんですけれども、これねロサンジュって言われるこう、まあ、ルノーのマークなんですけどね、ダイヤ型のこれがねすごい立体的でこう車にこうビューって沿ってるので、あの大きいですけれども、なんかうまく溶け込んでる感じがしませんかね。でこう最近ルノーはこの C シェイプって言われるね、このライトのこのアイコンを、ずっと他の車でもやってるんですけど、これも C シェイプになってますね。ライトは LED です。ここにもルノーって入ってるんだね。でなんかねもうここの力強さがすごい、こういう、わかります、見てわかるかな、なんていうのこのうねうねっとしたすごく面使いがすごく綺麗なんですけれども、こんなにねやっぱこうなかなか作り込むの難しいと思うんですけどね。このクラスの車でこういったなかなか綺麗な造形してるのも少ないのかなと思いますが、ここもねぐっとこう張り出したような感じになっていて、本当に力強さを感じますよね。でルーフレールは一体型になっています。でリアに曲がってくると、ここもね、はい、C シェイプのテールランプになっていて、 E-TECハイブリッド、このね色がねなんかあの昔のさルノースポールのさ
あのゴルディーニカラーのやつあったでしょ、あれに私は見えるんだよな、これなんか好きなんですよね。はい、この非常にまとまり感のあるね、デザインとなってると思います。で後ろは結構ね絞り込まれてますよね。こういうところを見ていただいてもわかるんですけれども、こうキューッと絞り込まれたデザインになっていて、でここもねなんかこう来てググッと上がってるんだよね。だからありそうであんまりねないデザインをしてるのが面白いなと思うんですけど、まあ、見た感じじゃあ後ろそんなに広そうには見えないので、そこちょっと気になるのでちょっと見てみましょうか、はい、足では開きません、はい、こんな感じなんですけどね。意外とね荷物積むところの位置はそこそこ高めかなというふうに、思いました。あ、でもこの下広いな。これ結構荷物入りますね。で、これ下の段にも行くタイプですね。じゃあちょっと一番広くしてみるか。これをパチッと、パチッと取っていただいて。トントンと外します。はい、じゃあ勝さんお願いします。で、この下にあるちょっとこれらを出そうかしら。これらも。これもちょっと。そこね、これ出すと、はい、こんな感じでね、はい、床低くできましたね。今ねこれ以上は低くならないんだな。ここになんかハイブリッドの何かがあるんだ。ではこれでちょっとね倒してみたいと思いますけど、この肩のところからいいよ。はい、こんな感じで倒れます。下の段にするとねちょっとそこ段差ができちゃいますけど、これをよ上の段にするとちょうどまあほぼフラットなね、状況になりますので、フラットスペースで大きく使いたいという方は上の段で、その時はこの下にもね荷物入れることもできますので、まあ私だったら普段あんまり使わない荷物ここにね入れとくかな。エコバッグとか今だったら保冷バッグなんかもいいかもね。あと傘とか、そういったものを入れてですね、で、普段はここの上の段だけでもまあまあ B セグメントだったらこれぐらい入ればいいのかなと思います。 B セグメントとしてはまあ標準的な、スペースプラスアルファ、この下まで入れると結構広い B セグメントの SUV の荷室っていう風に言ってもいいかなと思います。ではちょっと運転席座ってみたいと思います。こんな感じで、まあまあまあ75度から80度ぐらいですかね。結構開くと思いますよ。80度ぐらいかな。でこのね SUV ちゃんとしては下までちゃんと巻き込んでるタイプなので、乗るときにこうやってね洋服ついちゃっても、はい、汚れないで済むという、ありがたい装備というかね考え方で作られております。ではこれ電動でございますんでね、このまま行きたいと思います。シュ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 、これねレザーパックというね、レザーシートと電動のあれがセットでついてるタイプなんですけど、これはね前だけ下がるとかそういうのはないんだな。今上げてるんだけど、これこうか、なるほどね、前と後ろでこうやって動くんだ。こうやってやると下がる、こうやってやると上がる、こうでも下がる、いろんな動き方しますけど面白いな。まあ、シュ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 ととにかく上げました。で一番上まで上げた状況でも、はい、ペダルはちゃんと足届きますね、問題なく。あ、これ嬉しいな、結構ペダルの角度が寝てるわちゃんと。でハンドルはチルトとテレスコピックもするので、はい、問題なく。こんな感じでね、ここまで上げるとちょっと高いかなっていうぐらいかな。なんかちょっと今道がここ斜めってるので若干後で調整するかもしれませんが、ちょっと待ってね、消えない。はい、今ですね私ポジション大体取ってみましたけれども、今一番上まで上げた状態だとね、まあ、ボンネットのこの右側のちょっと出っ張りのところはなんとなく見えるかなって感じですかね。ただここちょっと道がこっちへ下がってるんですよね。だから今そこが
ポジション取ると見えにくいのかもしれませんが、なんとなく感じるぐらいはわかる。そしてワイパーはすっきり下の方に入り込んでいるので、まあまあこれしっかりしてると思います。で、A ピラーは意外と寝かされているんですけど、かなり後ろ引かれているので、あそこの角もまあ問題なく見えますし、ちっちゃい三角窓もね、ちっちゃいけどあれあるなしで随分ね、効いてくる装備なので、そういった視界のこともちゃんと考えられてるのかなと思います。実際乗るときだともうちょっと下げてこれぐらいでもいいかもね。はい、これぐらいのね、雰囲気でもちょうどしっくりくるかなといったポジションなので、小柄な人にも大丈夫かなと思いますよ。で、これでちょっと私後ろの席に行ってみますけど、まあまあこれも結構空きますかね。意外とここがねちょっと空いてるから乗りにくいかなと思ったけど、そこまで乗りにくくない。高さがこれ絶妙なんだわ。はい、これねシートの高さが結構絶妙なので、そこまで乗りづらくないんですよ。はい、普通のだとこれもうちょっと高かったりもうちょっと低かったりすると、これだけ隙間がねここにあると乗り降りが結構大変なんですが、私の身長だとこれ非常にマッチングが良いでございますね。で、私のポジションだとここに私が入れるぐらいのスペースがあります。じゃあ勝さんにポジションを取ってもらいましょう。で、勝さんにポジション取ってもらっている間に後ろの席周りいろいろちょっとご説明しますとですね、ここに割と大きめのねドアポケットがあります。ボトルも入りそうで、ここに小物も入りそうで、後ろまでちゃんとねメッキで、しかもオートだ、窓のスイッチ、これがねありがたいですね。で、ここはまあ革だな。で、ここネットのポケットでしょ。で、ちゃんとここに後ろにねエアコンの吹き出し口と、アクセサリーソケットと USB-A のね、はい、ソケットが2つあります。ライトは後ろ用っていうのはないけど、まあでもセンターだからね、マーク B セグだからこの位置で十分だろうな。ちゃんとこれ3つあって、これでいろいろ調整もできるのもいいですね。今空いてるから全部ついてますけどね。はい、これで一回だって消して、これだけほらつければこういう風につけることもできます。いいじゃないいいじゃないいいじゃない。はい、こんな感じです。で、シートのね感じは私だともうちょっとね背もたれ起こしたいかなって感じだけど、私だともうちょっと置きたいなって感じですけど、残念ながらリクライニングはしないみたいですね。そしてこれスライドができます。これ今勝さんポジションで一番前だとちょっとやっぱ膝当たるかな。ただ一番後ろにするとこれぐらい、まあ、160ミリほどね、スライドをしてくれます。B セグメントの、SUV でスライドできるのって実は限られてるので、これはねいいなというふうに思いました。では、勝さんどうですか。そのポジションでバッチリな感じで取れてますか。そうですね、はい、私でも勝さんでもしっかりポジション取れたということで、じゃあちょっと男性陣お二人に乗っていただきたいなと思います。というわけで、いつものように身長 175.5cm の勝さんと 176cm の原田カメラマンに後ろの席に座っていただいております。これねリアシートのね前側の端がこうちょっとこうね湾曲していて面白いデザインになってるんですけれども、お二人ともね B セグメントにしては非常に座りやすいなというふうにおっしゃっております。スペース的にもね B セグメントとしては十分、やっぱりシートがいいよねっていうことですね。で、さすがにスライド前にしちゃうと狭いみたいですけど、ここのね肩の位置もそんなにこうキュッてこうちゃんと落としたシートになっているので、開放感もそがれてないということでしたよ。なのでこのクラスにしてはかなりいい方じゃないですかね。では運転席周りご紹介していきましょう。はい、まずじゃあドアポケットから行ってみる。大きいねフロントも、そしてドアのねグリップっていうんですか、これがすごくがっちりしてますよね。なんか SUV のたくましさがねこんなとこでも表現されてるのかななんていう感じがしますけれども、そしてこちらの方来るとここは、メタル調なんでしょうね。なんだけどちょっとこう温かみがあって、なんかお化粧品のねパッケージにこういう感じよく使うなっていう印象が私にはあります。グローブボックスねこうやって開けますけれども、まあなんかおかまったところに随分こういろいろ入ってる感じですね。あ、これどけると結構奥まで広そうだな。まあ多分もしかしたらフランスのね、いろいろ説明書ここに入るのかもしれないですけどね、日本のだとこの感じでも奥にぴったり入ってしまえるので、まあ使える感じの、スペースになっております。
ここはですね 10.21 の、ディスプレイになってますね。ハイブリッドじゃないやつはもう少し、小さいやつがついてるんですけれども、 e-tech ハイブリッドはちょっと大きめのディスプレイになっています。でここにボタンが並んでます。シート引いたでしょ。これがさっき、言ってた EV モードボタンになりますね。でこれはですねマイセンスといって走り味いろいろ変えられるボタンです。こんな感じ、スポーツとかエコとか、はい、こんな感じね。でこれ EV もじゃあ今いけるかな。これは無理か。あ、これこっちが変わってた。はい、EV ボタンを押すとこっち側でね EV が、選択できるんですけれども、で他にはですねこれホームボタンにすると、まあ、いろんなものがついていて、こうセットでしょ。こういうね、スマートフォンのミラーリングもできますし、また逆にねこう運転アシスト系なんかも全部標準装備でついてるのはありがたいですよね。そしてハザードボタン、これはねここになんか同じ大きさで並んでるからちょっと慣れないと他のとこ押しちゃいそうな気もしないでもないですけれども、あんまりこういうのこだわらないのかな。でこれカメラの切り替えだね。今ちょっと動いてないんであれですが、でこれ運転席のシートヒーターでしょ。ちょっとだけじゃあオンにしてみるか。でここエアコンね、こんな感じで風の量で温度、吹き出す位置ですね。大きなね物理スイッチになっているので運転しながらでもスッと操れるかなと思います。エアコン周りのスイッチはここで、ここはですね置くだけ充電なんかは残念ながらないんですけれども、まあ、小物入れ、アクセサリーソケットで AUX のねイン、そして USB-A が2つあるといった並びになってますね。でここにですねその噂の e-tech ハイブリッドね、 e-tech って書いてありますけれども、シフトレバーがありまして、でこれパーキング、これは普通の P レンジです。でパーキングブレーキはこっちにあります、実は。で、オートホールド機能付きです。で、このね、電動パーキングと、e-tech ハイブリッドはモーター積んでますので、意外と相性がいいそうなんでね、うまく使えるといいかなと思います。で、これ、鍵置きです。大きいんだよね、ルノーの鍵ってね。こんな感じ。まあ、薄型なんでいろんなところに入るのかなと思いますけど、こんな感じ置き場があります。で、ここにもボックスがあります。で、ここに、はい、ドリンクホルダー。そして、ここが、はい、お、細いけど深い。すごい深くないこれ。私の手がここまで入ります。はい、ここにね、コンソールボックスがあります。で運転席周りですけれども、ステアリングスイッチとしまして、これは ACC のいろいろスイッチですね。でこれはまあ電話したりとかこう喋る時のボタンでしょ。で見えるかな、ここにラジオのねいろんなスイッチがあるんですよね。ルノーの車ここにラジオのスイッチ、この裏側にねこうダイヤルもあるんです。これね運転席側から見ないとちょっとわかんないと思うので、こちらに回っていただきました。ここにねダイヤルあるでしょ。これでカチ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 ってできるから、慣れるとね意外と操作しやすいの。この上のボタンとこの下のボタンと、ここで音量なんかはここなんだけどね。はい、こんな形になっています。で今ねここ見ていただくとメーターの中マイセンスのところにモーターとエンジンとタイヤが出てるでしょ。これエネルギーフローです。この3つをねうまく使って走るっていうのがここでもお分かりいただけるかなっていうふうに思います。でまたここにもあります。これがですねレーンのセンターをキープするスイッチですね。これはメーターの照度、これはライトでしょ。でこれステアリングヒーターもついてるの、これはねやっぱり B セグメントだけどこういうのついてるの非常にありがたいかなというふうに思っております。ではこちらエンジンルームになります。これはハイブリッドなのでガソリンエンジンとモーターと両方ともね、搭載されてるんですけれども、エンジンの方は直列4気筒の 1.6リッター NA エンジンになります。馬力としては94馬力、トルクは148Nm ということですね。そしてバッテリーの方がですねこれ143馬力システム総出力ね、実はモーター2つあるんですけれども、このモーターのメインモーターとサブモーター合わせてね、それだけパワーがありますのでかなり力強いと言っていいのかなと思います。そしてターボガソリンエンジンの方のね、ちょっとスペックご参考までに言っておきますと154馬力の 270Nm ということなので、かなりねパワフルだなっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。さて、走り始めましたが、今日はねいきなり今ね高速道路を走行中でございます。で今高速道路なので、ガソリンエンジンちゃんがですね主に働いておりますね。というのはですね高速道路をこうスーッとね流すような状況だと、ガソリンエンジンの方が実は得意だったりするんです。
でもね今ね一瞬ねモーターに切り替わりましたね。あの状況によってね、ガソリンエンジンとモーターの、まあ、効率と、燃費のいいところをね、探してこれ使っていく、使い分けたり混ぜたりして使っていくのがこのフルハイブリッドの特徴なんですけれども、主にですよ、主にモーターっていうのは止まってるところからぐっと最初のこう一転がりだったり、そういったところを動かすのが得意なんです。というのはいきなりゼロからフルマックスのトルクをグッと出すことができるっていうのがモーターの特徴なんですね。まあ電気なのでいきなりこういう電気がパッとつくのと一緒です。でこれあのパッとつくでしょ。でもガソリンエンジンってそうはいかないわけですよね。液体の燃料を霧状にして吹いて、そこにスパークプラグで火をつけて圧縮して爆発させて、動力に変えるって結構長かったですね。はい、そういった工程を経なければいけないのでいきなりドーンってフルなねトルク出すのは苦手なんですよ。だからそこをモーターで補うっていうのがこのハイブリッドの考え方なんですが、したがって、まあ、出足から、割と低めの速度、これはモーターが担当します。でもね結構ね80キロぐらいまでどうも担当するらしいんですよね。でそれからもっと、じゃあ高速道路をただ走りましょうっていうとですね、モーターはやっぱりこの回転が高くなってくると抵抗が増えてくるので、どちらかというとガソリンエンジンの方が得意な領域に入ってきます。でもガソリンエンジンは一定の回転数でただ淡々と回しているだけだとそんなに燃費悪くないんですよね。なので高速道路は今度ガソリンエンジンが担当。でもね、例えばこうやって合流しますなんていう時ヒューッと加速が必要になるじゃないですか。ここはねモーターもちゃんとアシストをするとねいうような感じで2人して足りないところを補い合って尊重し合ってやっていくのがこのハイブリッドのいいとこなんですね。でこのフルハイブリッドっていうのは他にも確かにあります。日本だったら代表選手プリウスなんてありますけれどもね、何が違うかっていうとトランスミッションがこれルノー独自なんですよ。ドッグクラッチっていうのを使ってます。でこのドッグっていうのはね、ワンちゃんですね。はい、ドッグクラッチワンちゃんのもう歯です。わかりやすく言うとこのね、犬の歯からねこのドッグクラッチっていうのを語源として生まれている言葉なんですけれども、このワンちゃんの歯がこうギュッギュッギュッっていきなり噛み合うようにですね、ギアを切り替えていくっていうのがこのドッグクラッチの特徴なんですね。そしてこのギアがモーター側に2速エンジン側に、4速、ついてるんですよ。でまあ012と0123 4とですね、全部であるんですけど、0はニュートラルなので、まあ、カウントしないとして、で2速ギアはねほぼねギア比が重なってるのでカウントしないとすると、全部でね12通りの選択ができる、そういったギアになってるんですね。でこれを何かでこう補って、変速していかないと、ドグクラッチっていわゆるあの F1 とかで使っているような、まあ、技術なんですよ。だからガチャン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 ってこう歯がね直接組み合っていくと、モータースポーツなんて振動が出ようが音が出ようだがお構いなしなので全然いいんですけど、普段の車でねガチャン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 って振動とか音がすごいとそれは疲れてしまうので困るということで、そこのね、このところをモーターでこう強調制御してガタガタ感とかね音なんかをなくしながらもダイレクトに切り替えていくっていうのがこのドッグクラッチの、特徴になっています。で、直接やはりあのいくら協調制御でフォローするといっても直接このギアとギアを組み合わせていくので、無駄がないんですよね。はい、無駄もなければ効率もかなり良くてストレスもないので非常にこうダイレクトな走り味が楽しめる、そして燃費がいいというね、この2つの大きなメリットを持っているのがこの全体的なねトータルシステムの特徴になるんですよね。でこれが、まあ、ルノー独自の技術ということなんです。ルノーはですねゾエという電気自動車をやっていました、だいぶ長く。それとですね F1 の、
技術ありますよね。こういったところをうまく組み合わせて、でそれをですねスポーツモデルじゃなくて量産者に落とし込んできたっていうところがね、私すごいなっていうふうに思うんですよ。こういった技術ってついついスポーツモデルに入れたくなるじゃないですか。そうではなくて、効率よくて燃費もいいんだったらみんなが乗れる車にこれ使った方が良くないということでね、量産者に落とし込んできた。しかもね、ルーティシアでしょ、でキャプチャーでしょ、でアルカナでしょって大きな車じゃないじゃないですか。まあ一番皆さんがね使いやすいところに入れてきたっていうのがルノーってすごいんだなってね、ちょっとね私改めて最近感動しているところですね。でちなみにですね、この駆動用の、リチウムイオンバッテリーなんですけれども、これ 1.2kWh ということで、なんて言えばいいかな、普通のハイブリッドにしてはねかなり大容量のものを積んでるんですよね。だからそういう意味でもたくましく走ってくれます。で今ね結構高速道路渋滞してるんで、高速なんですけれども、モーターで走ってる。で今下り坂なんで今度ねチャージしてます、一生懸命ね。これもハイブリッドのいいところで、今までこの減速、アクセルペダル離す、ブレーキ踏むって言った時のエネルギーをですね転換して、また、バッテリーの方にね充電して再利用するっていうね、一人リサイクル状態が行えるっていうのもねいいですよね。で今ね面白いなと思ったのが、ちょっとこれせっかくなんでこれ試してみようかな。 ACC ちょっとセットしてみるよ。セットしました。でこれね ACC のね感覚が普通、まあなんていうのかな、車間距離短い長いとかそういうのはあるんですけど、今はこれ ACC セットしたんでさすがに出ませんが、前の車とのね車間距離がね秒数で出るんですよ。これ何秒って、これ非常にね私頭いいなっていうふうに思っておりまして、よくね何メーターぐらい車間空けなさいよなんてねいうお話をねよくしますけれども、それってなかなか難しいじゃないですか。例えば100キロだったらね100メーター空けろって言われたって、そうするとバンバン入られちゃって全然走れないんですけどショコみたいなシーンが多いんですけど、だいたいですね前の車と2秒間空ければですね最悪回避できる車間距離というふうに昔から言われております。これ速度が変わっていってもね、相対的に、距離も変わりますので、秒数でカウントするのが非常に賢いなと思うんですけど、これね前の車と何秒離れてるかって出るんですよ。これねすごい面白いですよね。なんかすごくこの合理的なところがねいかにもフランスだなっていう感じがしております。じゃあ今度ちょっと走行モード変えてみようかな。じゃあ思い切ってエコ、急におとなしい感じになったな。見た目のねデザイン的にもなんかこうおとなしい感じになりましたけど、じゃあこっちをスポーツにしますよ。スポーツにするとねこれまた激しい。で今ねこれ私クルーズコントロールにしてるのでそんなに差が感じられないので、あえてちょっとクルーズコントロール解除しましょう。はい、で解除しました。解除して今スポーツにするとグググググッと今ねモーターもガソリンも頑張ってね、加速してくれていますね。でここに前に車まだ捉えてないので出てませんけど、今緑のところで点々 S って書いてあるでしょ、これが秒数、あ今出た出た、前の車と今 2.2秒離れてますよ、車間距離これでギリギリ回避できる車間距離保ててますよっていうことになりますよね。そしてじゃあこれエコにするとまた表示がちょっとおとなしく変わりまして、今ね上に EV って出ましたね。これも EV 走行中ですね。実はねこのハイブリッドって今高速道路でも、電池が満タンになるとですねコースティングのような感じで EV 走行してくれちゃうんですよ、スピードが高くても。なので非常にね静かにこうスーッとね走れるってね、こんなところもいいですよね。だからもう本当にこの車はいろんな技術がてんこ盛りなんですけど、それをさらりとB セグメントと私たちが呼ぶような皆さんが使いやすい車のサイズのものでやってるっていうところがすごいんだなと思っています。ギアセレクターがですね、うまく協調制御されているということで、ドッグクラッチでもですね高速道路で全くね変速ショックなんかは感じませんでしたけれども、下道でもねやっぱりよく本当よく聞いてるとそのモーターがうーんってこうアシストしてるの聞こえることもあるぐらいで、でもほとんど分かんないですね。普通に乗ってれば全く気にせず気にさせず、この非常にですね最新鋭の、そういったこう
技術による効率の良さと燃費の良さが自動的に享受できるというね、なかなか素晴らしいシステムになってるなっていうのが伝わってきますけど、実際車の乗り心地としてもですね、そんなふわふわな感じでは全然ないですね。どちらかといえばこうスポーティーに、作られてる感じなので、ハンドリングなんかも非常にですねキビキビしてますし、こういった街中で元気よく取り回すのも非常に乗りやすいですし、で、まあ、B セグメントといってもね、そこそこスペースがしっかり取られた SUV なので、ロングドライブにもお出かけできる、そういうオールマイティ性の、ね、高さがこの魅力なのかなというふうに思いました。というわけでですね、そろそろ原田カメラマンのデシベルチェックのコーナー行きたいと思いますけど、原田カメラマンいかがでしょうか。はい、ただいま平均60の最大103でかなり静かな方だと思います。なるほど、やっぱりこれハイブリッドカーなんでね、下道だけだとこう電池がいっぱい溜まってればこうモーターだけで走行しているシーンも多いので、そういうところでは非常にね静粛性が特に高いですから、全体的なね、静粛性のまあ高さというか、まあ、ノイズの低さというか、そういったところが保たれた空間になってるっていうことなんでしょうかね。この後ちょっと高速でも測定したいと思います。はい、じゃあ原田カメラマン、高速のデシベルチェックはいかがでしょうか。はい、今平均80、最大114、これは高速のみの数字なので、うん、一般道を混ぜるともっと全然下がると思うんですが、さっき一般道60でしたもんね。はい、それは相当低いので、まあ、他でねいつも高速だけとかなかなか取れるチャンスもないので、今回やってみましたけど、まあ、全体的にはこの車そんなうるさくない感じしますよね。そうですね、やっぱ B セグの中ではやっぱ静かな部類じゃないですかね。わかりました、ありがとうございます。というわけでね、今日はちょっと試乗時間も長めに取れたのでいろいろ詳しくお話をしましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。ルノーさんは E-TEC ハイブリッドでね、アルカナと、ルーティシアの E-TEC ハイブリッドと、このキャプチャーの E-TEC ハイブリッドとまず 3つ出してきましたけれども、なんとですね輸入車の燃費でいうとですね、実は 1,2,3 この E-TEC ハイブリッドが占めちゃったんですよ。すごいですよね。まあ、燃費ってね走り方でだいぶ変わってはきますけれども、やっぱりねハイブリッドって、非常に今のハイブリッドはね、どんなシーンでも割と燃費よく出るものが多いです。で特にね、この E-TEC ハイブリッドはメカニズム的にも、非常に面白いものを使っていて、まあ、確かに燃費すごくいいんだけれども、エコでエコでっていうよりは走っててキビキビ楽しい、他にはねなかなかないねこういった、ハイブリッド技術を持ってる車だなっていうのが、今回も改めてこのねスポーティーな SUV に乗って感じることができました。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。